ヘズマニュースさあヘズマニュースヘズマさんね、まあ皆さん最近は本当にニュース沙汰になってるからね、ヘズマ流ね。はい、まあ選挙活動をしてですね、彼はですね1万票獲得できなかったら SNS を引退ということで、今まで政治的なね、まあ、選挙活動をしていたんですけども、はい、なんとね結果が出たということで、うん、結果が結局こちら、はい、6600票ということでね、はい、まあもちろんのことながら当選はしませんよ。もうこいつだってしたらね日本終わるわけですから、こんなのがしたら。うん、まあでもこれすごいなって思ったけどね。だってみんなよく考えて、ヘズマ流みたいな6000票入ったんだよ。すごくない？どんな人が入れてんやろうね。若者なのかもしれんけども、まあ、結構でも入ってるじゃん。6000人もさ、ヘズマ流みたいな、なんていうのかな、ちょっとなんか悪ふざけが過ぎてるやつがいるわけでしょ、こういうので。ねえ、ちょっと怖いなと思うけどね。まあ、ヘズマくんね、これ、はい。まあ、1万票入らなかったということで、引退ということでね、ヘズマ流、なんと引退するそうです。これをもって。はい、引退するそうですね。うん、SNS から消えるという、まあ、約束で、今までね、選挙活動していたということみたいです。うん、まあ、なんで消えるみたいでね、よかったと思います。まあでもね、ヘズマ流、なんかいろいろね、選挙中の画像とかすごい僕来てたんですけど、こんなね、アホみたいな顔して選挙してない人いませんよ、こんな。うん、いろいろ来てたけどね、名古屋で見ましたとか。広島で見ました、山口で見ました、でも全国各地から届いてたけど、うん、まあとりあえず SNS 引退するということでですね、まあちょっとですね電話を電話をかけます。さあ出るかな。あ、顔出せますか。うわ出た、ピピピー。あ、ちょっと待って、顔映ってないです、まだ映ってないっす。はい、ということでね、1万票いかずに SNS 引退する、ヘズマ流さん。はい。すいません、コレコレさんも今までお世話になりました。あ、これ本当に引退するんですか、SNS 全部。今ちょっといろいろ考えてるんですけど、はい。自分の親とか親戚は、はい、1万票、いかんかったら SNS やめるっていう約束で選挙に出させてくれとったんですよ。なるほどなるほど、はい。だからまた引退じゃないですか。ああ、じゃあもうその親とかの約束を守って、はい、まあ、もう今後、はい、一切 SNS に出ないと。そうですね。今出てるやん。もう、あ、これビデオ通話なんで。いや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 、これ SNS みたいなもんよ。これ出てるやん。ビデオ通話。引退する気ないでしょ。そりゃ違いますよ。あ、じゃあもう引退するんですか、これこれです、ね、SNS とかも、はい、あ、じゃあ消したらもうツイッター。いや、まだ伸びてないんでわからないじゃないですか、冷めてるんで自分のツイート。どういうこと。いや、1万票いかなかったらやめるんでしょ。それ知ってる人が少ないんですよ、世の中の人で。いや知らんよ。どういうこと。じゃあやめるのやめないの、結局どっちだ。じゃあ親と相談します。いや絶対やめる気ないでしょこれ。まあ皆さんこの人口だけなんで。言いたいことあるんですけど、いいですか。はい、いいですよ。じゃあちょっとだけだ。都道府県魅力ランキングっていうのがあるみたいで、はあ、ははあ、で最近山口県が32位だったらしいんですよ。へえ。で自分が選挙に出た途端に、はい、42位になったらしいですか。バカ野郎みたいな。お前だよ。いや自分関係ない。お前だよバカ野郎は。お前のせいだろ。いや、これた。いやいやいや、ほんとね、山口県民がしたらね、お前ほんまにいらぬ存在やからね。6809票。この数字はですね、はい、投票率 30% で、え、もし 100% いってたら2万票入ってた計算なんです。ああ、まあアホがいるってことでしょ。いや、自分の有権者アホではない、素晴らしい信者です。え、どれくらいの年代の人が投票したとかわかんないの。それは分かんないです。あ、分かんない。でも50代60代投票してる人がいたらびっくりするけどね。あ、でも今回山口県最初全域回ってる時に案外40代50代もいました。うーん、まあそうですか。じゃあ引退してください。
すいません、皆さん今まですいませんでした。はい、帽子取れ、ピカチュウの、ピカチュウの帽子取れ。すいませんでした。ハゲて。はい、ということでね、ヘズマ流 SNS 引退するっぽいですけど、多分これ1000ね、やっぱり嘘やったな。でも今日なんかトレンドみたいなさ、ヘズマ流が SNS 引退するかしないかみたいなんで盛り上がってたけどさ、そんなことでって思ったけどね、そんなことで盛り上がってんのって、うん、まあということです皆さん。はい、ヘズマ流ね、まあたまーに僕の動画にも出ますけども、まあ、これを機に消えるならね、全然俺としてはいいけど、消えてもらって。